パウロからコリント人への第1の手紙第15章50節以下。兄弟たちよ、私はこのことを言っておく。肉と血とは神の国を継ぐことはできないし、朽ちるものは朽ちないものを継ぐことがない。ここであなた方に奥義を告げよう。私たちすべては眠り続けるのではない。終わりのラッパの響きとともに瞬く間に一瞬にして変えられる。というのはラッパが響いて死人は朽ちないものによみがえらされ、私たちは変えられるのである。死は勝利に飲まれてしまった。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪である。罪の力は律法である。しかし感謝すべきことには、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったのである。だから愛する兄弟たちを、固く立って動かされず、いつも全力を注いで主の技に励みなさい。主にあってはあなた方の労苦が無駄になることはないとあなた方は知っているからである。今日も送りぬ主に仕えて、夜の日陰移れども、持つ命日に日に近くぞある。身胸かしこみ勤しめる身に、憩いをつぐる夢の鐘。Oh, no.